紋章記述は、紋章学と気象学において、最も頻繁に用いられる、紋章、または、旗の図柄の正式な説明文である。紋章描写とも訳される。これを一定の規則に従って解釈することで、紋章を描いた紙を含む、あらゆる媒体や旗が失われていたとしても、構成のものが適切なイメージを作るか、再建することができる。 現代の用途においては、より正確に幾何学的な指定を用いることで旗の図柄を定義することが多くはなったが、本来であれば、紋章または、旗はその紋章記述の言い回しによって、以外、つまり図面を主として定義されることはない。紋章記述を意味する、ブレイジンという単語は、紋章を記述することに特化された共通言語を、 意味する名詞として用いられると同時に、動詞として、そのような説明を書くという行為のことも指す。紋章以外の他のもの、例えばヘラルディックバッジ、旗及びシールも、紋章記述で記述されることがある。紋章記述は厳格な公式に従って行われる。紋章の図柄を説明する、あらゆる記述は、フィールドを記述することから始める。 大多数のケースでは、アズールのような一つのティンクチャーで始まる。次に、主要なチャージの名前を記述し、そのチャージを、どのようなティンクチャーにするかの記述を続ける。例えば、A ンドはなどである。主要なチャージの後に、その周囲、または、その上に置かれるあらゆるチャージを続けて記述することが、できる。 複合シールドは一度に記述された一枚のパネルであり、記述はチーフからベースに向かって列を記述し、隠れ列の中でデキスターからシニスターへの、すなわち向かって左からの右へ進行する。文章記述は必ずしもチャージの大きさや配置する位置を厳密に。 定めるものではないため、それに基づいて図面に起こされた紋章は描くものによって多くの異なる方法で描かれうる。具体的には、チャージが紋章技術に矛盾しない程度に若干大きかったり、小さかったり、間隔が広かったり狭かったりといった具合である。さらに言えば、シールドの形は大抵の場合重要ではない。 この基地の事実は、ちょうど、A という文字を様々な異なるフォントで印刷しても、やはりそれは、A という文字であるということと全く同様とみなすことができる。イギリスの役人が書類をフランス語で記述した頃に、文章学が発達したため、イギリスの文章学の多くの用語はフランス語が、起源である。また、通常英語では、形容詞を、名詞の前に置くが、 文章記述ではフランス語の語順に基づくため、古来より大部分の形容詞を名詞の後に置く習慣がある。文章記述の記述例をもとに、文法と文章の図柄への対応を順番に示す。なお、今回の例に挙げている文章は、実在する文章をもとにして作成したものである。シールド全体の説明の複雑さは、わずかに一語から、 複数のシールドを統合した複合シールドを記述している、入り組んだ、長大な紋章記述まで戦争版別である。ブルターニュアズール、エーベンドア、エステル・イエートランド・ハンガリー・フェルダ、フランソワ、ハンガリー。ヘラルドリー・バイ・カントリーズ、2007年12月13日、閲覧。ありがとうございます。